27日に投開票が行われた自民党総裁選で石橋毛元幹事長が新しい総裁に選ばれました。高市早苗経済安保省に逆転勝利した決戦投票の舞台裏や石橋新内閣の予想される顔ぶれなどについてジャーナリストの鈴木哲夫さんに聞きました。川崎キャスター、鈴木哲夫さんは石橋さんを20年前からずっと取材をしていて、 石場さんの本も書いているという関係ですが、石場さんが勝つという予想的中でした。見事ですね。鈴木哲夫さん、いや、僕は割と長田町では相手にされない人を取材するタイプなので取材してきましたけど、的中というか今週に入って議員の心理が随分変わっていたんですね。立憲の代表に野田さんが誕生して、野田さんとしっかりこれから論戦できるのか、 例えば、竹地野さんは保守なんだけど、野田さんも保守なので、野田さんと竹地野さんがもし、保守論をやり合うと、野田さんの方が、穏健な保守で多くの保守を取り込み、竹地野さんはむしろ先鋭化していってしまう危険性がある。あとは参議院議員は来年自分たちの選挙がある。そうすると、あと一年間持つのはこの三人、石橋、竹地市、小泉市、の誰か安定感ですよね。 そんなことで今週野田さんが立憲の代表に選ばれて以降、石場さんに入れるという人が結構増えてきていたんですね。だから今日27日議員票で最後に逆転したのはまさにそこかなという気がしますね。